ミリアム・ゲスナーは、ドイツ、バイエルン州ガルミッシュパルテンキルヒエン出身のバイアスロン選手、クロスカントリースキー選手。ゲスナーは、ドイツ人の父親とノルウェー人の母親の間に生まれた。当初は、アルペンスキーに親しんでいたが、練習中に頬骨を骨折し、歯が折れる怪我を負い、14歳の時にバイアスロンに転校した。 2008年のジュニア世界選手権ではリレーで金メダル獲得に貢献して頭角を表し、翌2009年のジュニア世界選手権ではパシュート金、スプリント銀、リレード、個人4位と活躍した。ゲスナーはクロスカントリースキーの総力が優れており、ドイツクロスカントリースキーナショナルチームの予備ヒヒン、ベーレヘッドコーチは彼女を代表チームに、招平。 2009年のオルディックスキー世界選手権ではリレーチームの一員として銀メダルを獲得した。翌年の2010年バンクーバーオリンピックでもクロスカントリースキードイツ代表としてリレーで銀メダルを獲得した。2010から11シーズンからバイアスロンに専念し、2011年バイアスロン世界選手権のリレーで金メダルを獲得。 2012年バイアスロン世界選手権でもに大会連続してリレーで金メダルを獲得した。ありがとうございます。